実況パワフルプロ野球。はい、皆様おはようございます。宗介です。今回ね、A館ライン頑張っていきましょう。パートは15かな、やっていきたいと思います。でね、今回は、3回戦福岡中央前評判 A ということで、まあ、確実にねやられるのは分かってますけども、まあ、今自分のね実力がどこまでいけるのかっていうのを試しつつやっていきたいと思います。お、水村くん、うん、燃える男。まあ、水村くんね、僕のイメージ的にはあのサヨナラの流し打ちをしてくれたイメージがものすごくあるんですけどね。お、テルヤくんも、テルヤくんか、あ、同じね。まあこの世代はね、もうこのおそらく今日で終わりなんじゃないかな。申し訳ないですけどね、初日も終わりか。じゃあ今日は最後に初日をやって終わりましょうか。うん、勝てる気しないけどね。よし、やっていきましょう。そうだね、ピッチャーはまあ相変わらず石川選手でいいかな。まあ打たれるのは分かってるんですけど、まあどこまでやれるかってのを見てみたい。前評判 A にね。そうだね、荒木さんが絶不調で、新庄さんはそれなりに打ってくれたようなイメージがあるようなないようなですけど、まあ最後の試合ですしね、荒木さんには出てもらいましょうか。よし、じゃあ頑張ってやっていきましょう。よし。いや、でね、まあ、早速簡単に始めさせてもらったんですけど、だいぶ更新が遅れてすいません。動画をね、毎日上げることはできてるんですけど、A館9とね、マイライフと、ウイレがね、ちょっとどうしてもスケジュール的に間に合わなくてね、滞ってしまったんですけど、12月に入ってやっと落ち着けるような感じですね。11月がどうしても忙しくて、なんていうのかな、時間はあったっちゃあったんですけど、体が追いつかないという感じ。別に風邪をひいたとかそういうわけじゃないんですけど、しんどかったね。うん、やっとここに来てね、ゆっくりできる時間が少し持てそうなので、やっといつも通り動画が撮れそうでありがたいことです。コメントでもね、A館ないまだとかいうコメントを見させてもらってね、毎回申し訳ないなと思いながら、見てたんですけども、まあなんとかね、やっとまた更新できそうです。また年末はね、ある程度ゆっくりできる機会もあるでしょうし、うん、やれるときにしっかりやっていけたらなと思っております。滞りたくはないんですけどね、まあ、どうしてもっていうときがあるので、そこはご了承いただきたいかなと思ってます。で、一応難易度確認しておきましょうか。難易度っていうか能力ね、すごいね、両方マックスっていうね。彼でできてくれたらまだ分からないんじゃないかな。お、天聖プロ、なんて思うんだろう、キア、キタニ、こんないい選手いたかな。あれ、いたような気もしないような、したような。うわー、彼すごいね。うん、まあどちらかといえば気候派タイプかな。うん、もう見たくないな、あんまり。強え。うわー、ほぼオールエースとかいるよ。呼吸がみんなちょっと弱めだね。うん、呼吸がみんな弱い。最後のバッターがちょっと微妙でしたね。うん、前評判 A でああいう穴がいるっていうことは少ないんですけどね。まあそういうこともあるのかな。今ね、部屋の温度が15度ぐらいなんですよね。うん、今日はね12月1日、あ、今日から12月ということで、あ、皆さんいろいろとご予定終わりの方多いんじゃないでしょうか。うん、クリスマスもありますし、お正月ね、お正月も、まあ僕はね、11月からが結構好きな季節で、11月から3月までが結構僕は好きな季節で、まあ結構イベントごとも多いじゃないですか。バレンタインとかホワイトデーとか、うん、まあいろんな意味でね、こう楽しめる行事が多いのかなと思って、うん、やっぱり行事ごとがあった方が楽しいですよね。6月とかほとんどこれ休みもないし、あー、厳しいよね、休みもなければ行事ごともないっていう。で、今寒くてね、ネックウォーマーに革ジャン着ながらね実況撮ってるんですけどね、最近までは暑とか言ってたのにね、なんかあっという間にもう寒っていう季節になっちゃいましたね。うん、まあ寒いことに関しては耐えれるんでね、なんとかいいんですけど、暑いのはねちょっとね、あと全く手が出ない。そんなもんかな。前評判 A だからね。
いや、十分やられてるんじゃないかな。僕、コールド負けするかなって思ってたんですけど。ね。どうしよっかな。まあ、定位置かな。で、土日、先週の土日、まあ言ってしまう28、29かな。に、まあ、なんていうのかな、プチ旅行みたいのに行ってたんですよね。うん、で、その時にまあ僕が何回も言わせてもらってるんですけど、大阪に住んでて、天の橋立かなに行ってきたんですよね。うん、で、僕、その天の橋立ってね、橋があるもんやと思ってたんですよね。わかります？皆さんも行ったことない人はね、雰囲気的に知ってるよって方が多いと思うんですけど、橋があると思ったんですよね。ただ島が橋のようにかかってるから天の橋立てやったみたいでね。うん、それにびっくりして必死にね、結構すごい景色が綺麗なところで、まあ結構それなりに山奥やったんですけど、うん、必死にこう景色で橋を探してた自分がいてね。で、こういう、その、現地のおばあちゃんとかに喋ってたら、いや、違う違うみたいなね。で、はぁ、そうなんだと思ってね。なんか、いろんなこと学ばせてもらったんですけど、寒かったですけど、ね、まあ行けてよかったなってことで、まあ本当に京都の一番奥の方、奥の奥にあったところだったんですけど、うん、よかったね。面白かったなと思います。いや、チャンスだね。ここで 1,2 点返しても面白いんじゃない？やっちゃったまあこうなるよね。あとコメントで栄冠内に集中しろって、まあ結構僕今回の栄冠内はね、雑談が多めなんですよね、どちらかといえば。うん、で栄冠内に集中しろよってコメントもあってたんですけど、そうなっちゃうと、なんていうのかな、言い方悪いんですけど、なんか同じようなことを同じようにしてるようなになってしまいそうなんですよね。それはちょっと避けたいかなってことで、まあ、区別もつけたい、差別をするつもりはないですけど、区別はつけたいということで、まあ、どちらかといえばこう、うん、やばーち、取られるか、やっぱ強いね、1-3で0点っていうのは。うん、まあ区別をつけるということで、ある程度ね、こう、なんていうのか、ラジオ感覚、作業用 BGM 的な感覚でね、見ていただけると嬉しいかな、という栄冠内にしたいかな、と思ったので、うん、こういう形を取らせてもらってます。まあ、どうしても嫌って言うならね、まあ見ないことを進めるかな。まあやりたいことをやりたいようにしたいっていうのが僕のポリシーなんで、うん、まあ皆さんのリクエストにもお答えしながらっていうのはもちろんですけど、その中でもまあ、これやらないとみたいなね、なんかそういう危機感迫るみたいな感じすると避けたいと思ってるので、やりたいことをやりたいようにやりながら皆さんと楽しんでいけたらなと思ってるので、うん、まあそれが嫌って、もう見るの面白くないとかね、声が嫌とか言うならもう見ないことを進めるかな。まあ無理やり見る必要もないと思いますしね、まあ、自分の皆さんの時間はね、皆さんが自由に使える時間なわけですから、まあ好きなものを好きなように見ていただく中で僕の動画を見ていただけるってことは嬉しいかなと思います。うん、でしょ。いやでもやっぱりピッチングの方が結構歯が立ってる石川選手がちょっと頼もしいね。あ、まあ、逆にバッティングの方かなってやっぱり感じはありますよね。まあ、投手面で鍛えてるので、それまあしょうがないのかなって気はしますけども、やっぱり石川選手できてるなって感じしますよね。やっぱり投手メインで育てるだけのことはあるっていう感じはしますよね。案外抑えるからね、ボゴスカ打たれることってあんまりないですもんね。うん、いや結構楽しいね。さあどうしよっか、超ハイと使う、まあ、もういちいちあれか、悩んでもしょうがないよね、ここまで来たらね。できることをやっていこう。いやー、あのキャッチャーの遅さでね、セーフじゃ、セーフになってほしかったなって感じはありますけど、もういちいち待ってもしょうがないしね、もうガンガンやっていきましょう。うん、強振の引っ張りで、もう解かずにいきましょうか。まあもう最後の打席ですしね、好きなようにやらせてあげましょう。うん、じゃあお任せにしろって感じなんですけど、それはそれちょっと面白くないかな。よーし、いやー気持ちいいね。いやーまさかこの場面であの確定ホームランが見れるとは。いい
いですね。一矢報いた感があって楽しいですね。そうなると2射連続っていうのも楽しいよね。うん、今日チョニキ案外当たってるからね。当たらないでほしいな。いや最後の打席がファーストフライっていうのはちょっとかわいそうやな。まあしょうがないね、こればっかりは。よし、その天の柱でね、まあテニスをメインにしてきたんですけど、まあ、55人ぐらいで行ったのかな。うん、まあ久しぶりにね、その大学のメンバー、まあもう僕は OB という形にはなるんですけど、まあ、行ってきてね、まあその学生って良かったなって思うのがね、うん、まあ、ありましたね。皆さんもどうなんでしょう、僕と同い年ぐらい、うん、どうなんだろう、学生の方がやっぱり多いのかな。やっぱり社会人の方っていうのはある程度時間もないでしょうし、うん、どちらかといえば学生、大学生の方が見てくれてる方で多いと思いますけど、本当にね、今のうちに遊ぶべきだなと思います、改めてね。いやでもまあその年を取ってからね、こう年を取ってからの楽しさっていうのもありますけど、やっぱり学生っていいなって思いましたね。まあそこのサークルで結構 OB さんっていうの方も来てくださってて、一人はね大阪維新の会の議員さんになってる方もいらっしゃってね、いやいろんな話聞けてね、やっぱりすごいなと思ってましたね。うん、議員さんが自分のサークルから出たって考えるとね、やっぱかっこいいなと思いますよね。僕その議員にその魅力を感じてるわけじゃないですけど、やっぱりもうね、自分よりもまあ6個ぐらい上だったのかな。でもたった6年しか違わない中でそういうね、こう先生って言われる立場になれるっていうのはやっぱりかっこいいよねと思ってね。まあ元からねすごい貫禄のあった人でしたし、存在感もあって、うん、何か一つできそうだなっていう人ではありましたけども、やっぱりすごいよね。うん、かっこよかったかなと思います。まあテニスはね、僕高校の時代2年間ぐらいやってたんですけど、まあ上手い人もいれば下手な人もいる中でね、まあ悲しかったのはたった2日しかしてない中で筋肉痛って体バキバキになることだよね。あー、自分ってなんてこう動いてないんだろうなって改めて自分の運動不足に、うん、悲しみを感じましたね。いやー、皆さんもね、行くことをおすすめします、うん、どうしても座ってる、こうやって動画を作りながら仕事もしてるっていう中で、やっぱりどうしてもね、動かないってことが多いんですよね。座って作業をするってことが多いので、動きたいのは山々なんですけど、動けないことが多くてね、うん、まあ、ここに来てガガガガって打たれ始めましたけど、まあこれがあれかな、変えましょうか。最後に諸星くん投げさせてあげましょう。うん、まあ、このね、石川選手の先発で諸星くんの抑えっていうのはそれなりに機能できたのかなって感じはありましたよね。だから今後のね、石川選手と立山選手の使い方で、今後の大谷くんと、増井選手の使い方、うまいことになれば面白いなって今思ってるんですけどね。いやー、やっぱ強いね、改めてすごいなと思いますね、この打線の違い。まだまだあれかな、前評判 A には勝てないかな。そう思うとやっぱり前の栄冠ナインは皆さん強かったなってやっぱイメージあるよね。まあそこでね、投手を作ってもよかったんですけど、そうしちゃうとね、こう面白みはないのかなって感じがありましたし、やっぱ改めてね、始めた方が面白いなっていう感じは、やっぱ弱い時が一番楽しいよね。ポケモンとかもそうですけど、一旦こう視点のをクリアするまでが楽しいよね。ああやってこう道中っていうのかな、いろんなことを考えながらやるっていうのはやっぱり改めて感じましたけどね。まあまあまあいい感じなんじゃないかな。ほんとね、今後も動画をね毎日4本ずつアップできたらなと、まあやりたいこともたくさんありますしね、うん、まあ、限られた時間の中でいろんなことができたらなと。もうね、登録人数も1500人ぐらいに行こうかって感じでね、自分の中ではその1500人っていうその数字があんまりこうパッとしなくてね、最初なんてね10人とか20人から始まったわけですからね、
その1500人っていうイメージが全く湧かないんですけど、本当嬉しい限りかなと思っております。まあ少しね、まあ責任感を感じながらできることをやっていけたらなと考えてます。うん、よし、じゃあ最後は強振でまた確定ホームランが見れたらいいな。なかなか難しいでしょうけど、まああの水村くんだったかな、確定ホームランっていうのは気持ちよかったね。うん、投げました。お、伸びる、行くんじゃない。うわ惜しい、いいね。闘魂とか熱血ってやっぱ使えるね。うん、これで今日はよ、代打出す。いやここは最後打たせてあげましょう。うん、さあここは精密機械張りのバット。いやいい能力なんだね。第9、いや打ってほしいな、終わってほしくないな。これ1点で取ってコールド、いやもうコールドだね。投げました。お、打ちました。バーチ、いいねいいね。こう前評判 A に追いすがってる感じが楽しいね。さあハトリ君、さあチャンスが広がってハトリファイトで、ファイトが前面に出てきました。ヒットエンドランでしょう。うん、動かしてみよう。第9ランナースタート。お、うまいことハマった。抜けた、よーし、メイソン1点取れてるよ。地味ですけどね。さあどうしようか。荒木さん、荒木さんのバッティングっていうのはセンスを感じたよね。うん、投げました。まあ今後もまだ出続けますよね。2年生第3球を投げました。やっと山田君の年だもんね。うん、投げました。いった、とこれ当たった。よーし山田君来たよ。お祭り男はまだ出てるよね。じゃあ引っ張りでいこうか。山田君ってあのホームラン打つ時の音ってすごいよね。カチャーンって言いますよね。カキーンとかガシャーンとかじゃなくてカチャーンって言うよね。いいなといつも思ってます。投げた、打ちました。いやーダメだったか。キラー自らベースを踏んで、よし、まあお疲れ様でしたって感じでしたね。メイソン、もっとこう点数つけられるかなって思いましたし、もっと点取れないかなって感じはありましたけど、いや思った以上に十分やれたんじゃないかな。まあ差は感じましたけども、これからね戦いぶりによれば変わってくるんじゃないかな。うん、まあ結果は見えてましたけど、まあこれからね、あと秋を経て春にね、甲子園に行きたいかなと思います。まあしょうがないね。お、まあ初日ねもう引退だからね、まあ悪い、よしよしよし、そこそこは大丈夫ですね。お疲れ様です。そうだね、山田くん、羽鳥、しかもまあ山田くんかな。能力的に考えてもやっぱりピッチャーをなんかキャプテンにするっていうのは僕的にちょっとどうなのかなって感じがありますんで、山田くんで改めてやっぱいい能力だよね。うん、あお疲れ様でした。なんか可愛い子だったよね。そうだよね、おさげの子だったよね。うん、板垣大輔ですか。お疲れ様です。よし、まあここは相変わらず、守備投手重視でやっていきたいかなと思っております。うん、まあ、ここは変えずに行こうかな。ピッチャーがどうしてもね、プロに入ってほしいっていうのはものすごくあるので。ということで、今回はこういう形で終わらせていただきたいかな。このマネージャーが作ってるのもうちの栄冠9の企画では初めてかな。こういうお下げの子が。うん、結構男の子のマネージャーも多かったですしね、僕の場合は。どうなんだろう、可能性的に、確率的にどっちの方が多いのかな。やっぱり女の子キャラクターの方が多いのかな。まあこうやってお下げの子がね、やってくれるということで。僕、ツインテールとか結構好きなので。うん、この子を甲子園に連れて行ってあげましょう。ということで、今回は、うん、終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、宗介でした。さよなら。